マルクガソル、マルクガソル、マルクゴゾールことマルクガソルサイス、マルクゴゾールアイサイス、1985年1月29日イ、は、スペインのプロバスケットボール選手。カタルーニア州バルセロナ県のサンボイダリブラガート出身。NBA のメンフィスグリズリーズ所属。ポジションはセンター。同じく、NBA プレイヤーであるパウ・ガソルの実定である。 両親と兄と弟の5人家族。マルクは次男にあたる。看護師の父親と医師の母親の次男として生まれる。両親は共にスペイン国内プロリーグの下部組織でプレー経験のある元、スケットボール選手。4歳年上の長男も同じくプロバスケットボール選手でスペイン代表。同じ NBA の別チームに所属している。そして、 1994年には三男となるエイドリア、ゴゾールが誕生。三男はテネシー州メンフィスの高校を経て、現在はユーシアレイに通っており、二人の兄と同じくプロバスケ選手への道を目指している。兄のパンも所属した、生まれ故郷のサンボイダ・リブラガートのバスケチームに、自らも入団し、バスケットボールを始める。その後、兄と全く同じように、 地元近くの名門 FC バルセロナのユースチームにスカウトされ入団。2001年、兄のパウがソルが NBA にドラフトされ、メンフィスグリーズリーズに入団すると、アメリカでの生活に不慣れなパウのために家族みんなで飛べへ。この際、マークはメンフィスにあるローザン高校に編入。そこのバスケットボール部で活躍する。2003年に卒業すると、 母国スペインに帰国。FC バルセロナのジュニアチームに復帰。その後間もなくトップチームに昇格し、プロデビューを果たす。2003年に兄と同じ FC バルセロナでプロデビューすると、その後2年間同チームでプレー。2006年、スペイン A 代表に選出され代表デビュー。この年日本で開催された世界選手権にスペイン A 代表として参加。 兄と共に優勝に貢献した。そして次第に NBA のスカウトの目に留まるようになった。2006から2007シーズンは同じリーガアッコブに所属する CB、二郎内レンタル遺跡。シーズン終了後、2007年の NBA ドラフトにエントリーすると、ロサンゼルスレイカーズから2巡目全体48位で指名されるが、所属チームとの契約が残っているため、 このシーズン終了後の NBA 入りは見送った。2007年、北京オリンピックの大陸予選を兼ねた2年に1度のバスケの祭典ユーロバスケットが母国スペインで開催され、2006年に世界選手権を制覇した時と全く同じメンバー、監督でスペイン初の優勝を狙うが、決勝戦でキリレンコを率いるロシア代表に、敗れ涙の銀メダル。 CB ジローナでの2年目となった2007から08シーズンは獅子粉ンの活躍でリーがアッコブノーを獲得。2008年引き続きスペインウェイ代表に兄と共に選出され同年に行われた北京オリンピックに出場。決勝戦でアメリカ代表に敗れるものの見事銀メダル獲得。その後、自らの保有権を持つメンフィスグリズリーズ兄パウのトレードにより クワミ、ブラウン、ジャバリス・クリッテントン、アーロン・マッキー、ドラフト一巡目指名権二等と交換で、メンフィス・グリーズリーズに交渉権が移り、3972万ドルで契約し、入団。NBA ルーキーシーズンとなった2008から09、シーズンは82試合にフル出場し、平均11.7.4リバウンドを記録。 オールルーキーセカンドチームに選出された。2009から10シーズンからは、ザック・ランドルフが加入。NBA 屈指のフロントラインが形成された。自身は13試合に欠場したものの、平均14.6点、9.3リバウンドと成績を伸ばし、チームも毎シーズンの24勝58敗から40勝42敗と盛り返した。2010から11シーズンは、 カソル自身の成績は落ちたものの、チームは46勝36敗の成績を残し、ウェスタンカンファレンス8位で2006年以来のプレーオフ進出を果たし、ファーストラウンドで第1シードのサンアントニオスパーズを4勝2敗で下すという快挙を成し遂げた。2011年をオフに制限付き FA となったが、NBA がロックアウトに入ったために FA 交渉は先延ばしになる。そして、 ロックアウトが解除された12月、ヒューストンロケッツが4年5800万ドルの巨額契約を提示し、ガソルはロケッツのオファーシートにサインしたが、すかさずメンフィスグリズリーズが同額の契約を提示し、グリズリーズ残留が決まった。迎えた2011から12シーズンは、自身初の NBA オールスターゲームに出場した。 2012から13シーズンは、オール NBA セカンドチーム、オールディフェンシブセカンドチームに選出され、NBA 最優秀守備選手賞も受賞するなど、自己最高のシーズンを送った。2014から15シーズンは、オフに減量して、シーズンに挑み、公主両面で、獅子粉塵の活躍を見せ、チームを牽引。当シーズンの活躍もあり、2015年 NBA、 オールスターゲームのファン投票では、ウエスタンカンファレンスのフォワード部門で2位に入り、2012年以来のオールスターゲーム出場でスターターを務めることが決定。なお、パウがソルもイースタンカンファレンスのフォワード部門で2位に入ったために、兄弟でオールスターゲームでスターターで出場し、パウと共に試合前に記念のティップオフを行った。そしてオフには5年1億1000万ドルという、 巨額契約で再契約した。大型契約を締結し、迎えた2015から16シーズンは、12月1日のニューオーリンズペリカンズ戦で、自己最多の38得点を記録した。しかし、2016年2月9日のポートランドトレールブレイザーズ戦で、右足を骨折。全治4から6ヶ月と診断され、残り全試合を欠場することになり、 同年のリオデジャネイロオリンピックも欠場を余儀なくされた。2016から17シーズンは前日の重傷も感知し、クリスリーズを牽引。2017年1月25日のトロントラプターズ戦では自己最高の42得点を記録した。同シーズンは自身3度目の NBA オールスターゲームにも出場。4月22日のプレーオフファーストラウンドの サンアントニオスパーズ戦の第4戦では延長第1クォーター残り数秒の場面で決勝ジャンプシュートを決めた。2017から18シーズンは2017年10月21日のゴールデンステートウォリアーズ戦で34得点14リバウンドを記録し、毎シーズンチャンピオンチームからの勝利の原動力となった。セブンフッターの兄のパウよりも 身長でさらに3センチ上回り、がっしりとした体育が対照的。その分機動力で劣るが、迫力10分のポストプレーは NBA 屈指の力強さを誇り、さらにパスセンスにも優れている。もともと賞を取るほどのディフェンダーであるが、14から15、シーズンからオフェンスにおいても能力が高まってきている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。